おお、イエス様、話は聞きましたぞ。16年もの間、王様に取り付いていた者も見事、討ち取ったそうですな。それを聞いて全て納得が言いました。本物の王様なら私のように、名のある貴族を追い返すわけないですからね。誰あなた。これまでのあらすじ。過ぎ去りし時を求めたアイナは、魔王の剣と共に過去のゼーランダ山へと戻る。アイナは聖地ラムダで仲間たちと出会い、命の大蛇へと向かうが、そこでかつて経験した時と同様、ホメロスに襲われることになる。アイナは魔王の剣で闇の力を払い、ホメロスに倒されるという運命を回避した。そこに、デルカダール王がグレイグ将軍と共に現れ、アイナが勇者の剣を手に入れたところを見ると、一行の功績を称えるため、城に招待すると告げた。アイナはデルカダール城で真の勇者と認められ、もてなしを受けた後、貴賓室で眠りにつく。その夜、王が現れ、勇者の剣を奪おうとするが、駆けつけた仲間たちによって、魔物と見抜かれると、姿をくらましてしまうのであった。よくぞ戻られたアイナ殿。王神よ、この者たちに聖なるご保護のあらんことを。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さてさて、玉座の間ってことかな。ああ、恐ろしい。この先には一体何者が。怖くて足が動きませんわ。ちなみにさっきまで吠えられよった王が消えてしまわれた。中のお部屋を見てみたら、なんと物気の殻だったんです。ああ、王はどこへどちらへ。王の身に万一のことがあったらと思うと、とても平静ではいられませんよ。あ、まだ王様がっていう風には思ってないってこと。え、てかあれなんや、遠くから出てきたわけじゃないんやね。なるほど、そういうこと。めっちゃ吠えよる。一体どうしたというのでしょうか。扉の向こうから人とは思えない恐ろしいうなり声が聞こえるのです。本来ならこういう時こそ我々兵士が様子を見なければならないんですが、体がすくんで動かそうにありません。いや、役立たず。おお、勇士様、いらしてくれたのですね。お願いです。どうかこの扉を開けていただけますでしょうか。いつ誰が侵入したのかは分かりませんが、この先から殺気を感じるのです。扉の向こうには一体何者が。この扉の先におった人たちはどうなったん。無事。妙に騒がしいので目を覚ましてみれば、みんなが集まっているし、犬が吠えているし、どうしたっていうんだ。さっきまで寝転がっとった人王は姿を見せず、ユイ様の寝所からは騒ぎが聞こえ、犬が見ての通り吠えている。いくら宴の席だからとはいえ、今の城内の様子はさすがに異常ではないだろうか。異常よ。だから突入しようよ、兵士でしょ。まさか人質に取られたりとかはしてないか。ずいぶん手間をかけさせてくれたわね。このベロニカ様から逃げようったってそうはいかないわよ。デルカダール国王に化けた悪しき魔物よ、観念して正体を明かしなさい。ここで戦うの。お、まさかの、ここの時点でもうウルノーが倒しちゃう。くくく、はははは。おー、怖い怖い怖い。はい、来たウルノーガー。我は魔導士ウルノーガ。16年前にイグノア王国を滅ぼし、デルカダール王になり変わったもの。16年前からずっとってこと。今まで貴様を追い回していたのも、全ては勇者の力を利用して勇者の剣を奪い、大蛇の魂を得るため。だが勇者の剣が貴様の手に渡った今、もはや手段は選ばぬ。この玉座の間が貴様らの死に場所となるのだ。あれ、王様は座っとるの。なに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 、なんか空気が、お、貴様が魔導士ウルノーガ、こうして会える時を16年もの間待ちわびたぞ。ウルノーガ、貴様、今までずっと王に取り付いて私をたばかってきたのというのか。おかしいなとは思わんかったの。グレイグよ、貴様は良い手駒であった。焦らずともすぐに天国の家族の元へ送ってやろう。貴様まさか我が祖国ヴァンデルフォン王国を。そういうこと。生まれたばかりのアイナを襲い、ユグノア王国を滅ぼし、そして私たちの16年を奪ったあなただけは許せない。この無念思い知らせてあげるわ。アイナよ、私も戦わせてもらう。こいつは私の家族と友を奪った敵でもあるのだからな。友、ホメロスのことか。アイナ、
こいつがお前の運命を狂わせた元凶だ。力の限りを尽くして戦うぞ。分かっとるよ。見たことあるもん。見たことあるし、戦ったこともあるけんね。来るがよやいな。貴様の力を奪い、地上の生命すべてを我が備え物にしてくれよ。でもさ、一回倒しとるし、なんかセーブデータを見た感じではレベルも下がってないみたいやったけん、これはもう普通にやっつけれるんじゃない？ねえ、ごくごく普通にやっつけれる。あ、そっか、周りのみんなのレベルが低いんや。ちょ、やめてよ。そっか、私一人のレベルが高くても周りが低いんや。つらいや、つら何やったっけ、剣の何やった、はやぶさ切りやったっけ、なんか使いよったやつ。ちょ、頑張って戦おう。あ、神もはやぶさ切り使うんや。あ、ありがとう。はやぶさ切りやったっけ、花王山の方やった使いよるの。あ、グレイグも戦いやん、マジで。へぇ、でも多分グレイグは体力とか出てないけん大丈夫やろ。死ぬことはないはず。え、待って、杖も単体で攻撃してくるのずるくない？だって4人と一緒ってことやろそれ。やめてよー。てか、なんかグレイグ狙い撃ちじゃない？なぜ？たまたまかな。覇王山、とりあえず攻撃力も上がったし、こっちの方が先かな。あ、杖はあっという間に倒せるんやね。てか杖も倒せるんや。あれ、あっち側の杖が倒れない。ちょっと、あの、杖単体とか攻撃しなくていいから、あの、本体攻撃しよう。それのついでとかならまだわかるけど。なになになに、もうやめてよ。回復ができんなった？最悪やん。あ、回復効果の反転か。反転とかマジで最悪やん。マジで最悪やん。いけ、この攻撃力がアップしとるうちに、どんどんやっていこう。お、いいね、いいね。せいにゃ弱い。せいにゃ超絶弱い。よし、行くぜ。もう連続覇王山で行くわ。どう？結構まだ、あー、やめて、もう。あー、やべやべやべ。おー、よかった。誰にも聞いてない。何それ。今度は何か、防御力が上がったとか、そういう感じ。魔法攻撃への耐性がアップとかかな。あ、マジックポイントとかも、あれなんや、反転になるんや。いやー、あ、体力が。あと一回それと同じダメージが来たら、ちょっと、終わりになってしまうんですが。覇王山、結構なダメージ与えよると思うんやけどな。まだまだか。てか、ベロニカもせいにも、もうちょっとなんか攻撃魔法みたいなの使ってくれていいよ。何？ないの？ないんすか？あ、やった！倒した！まさかのグレイグのとどめ。魔導士ウルノーガをやっつけた。あっという間やったね。お、シルビアさんレベル45。ローレベル44。お、マヒャド、やったね。グオー！これで世界が一度も滅びることなくウルノーガを倒せた。やったやん。何？進化系みたいなのある？何？何？え？あれが守ってくれよったってことかな。く。時を遡ってきたのはお前だけだと思うなよ。え？え？ウルノーガもってこと？グフ。てか、なんで時を遡ってきたこと知ったの？え、あれがその証拠ってこと？じゃあまた遡ってくるんやないん、ちょっと。それ何回やっても。あ、でも、この先の未来にウルノーガおらんわけやっけんさ、遡れんくないもん。他にも、
ウルノーガの他にもおるってこと？ううお父様、お父様、どうか目を開けてください。ううマルティナ、まさかそなたマルティナなのか。ずいぶん長い夢を見ていたようだ。イグナ王国が者たちに襲われてから私は一体何を。そこからやったらもう娘の成長っぷりびっくりするよね。え、誰ってならん。まずマルティナってなる。おお、それは勇者の紋章。あの時の赤子がなんとたくましく成長したことよ。その他にはきちんと話をしたいところだが、まだ体が言うことを聞かぬ。ごほ、ごほ。お父様、あまり喋ってはいけません。ひとまず体を休みましょう。私はお父様の容態を見ることにするわ。アイナ、明日になったらまたこの玉座のままで来てちょうだい。とりあえずまた貴賓室で休めばいいんかな。結構な慎重さやね。マルティナちゃんは16年ぶりにパパに会えたんだもの。二人だけにさせてあげましょう。16年ぶりとかもう赤の他人やん、ほぼ。デルカダール王が魔物に取り憑かれていたことは、たしどころに城中に広まった。本物の王はすぐさま解放され、アイナたちは王の目覚めを待ちながら一晩休むことにした。そしてその夜。何、またなんか狙われたりとか。あの影のやつ出てくるんやない。これは一体何なん？悪いやつなん？でも普通に話しよったよね。勇者の星の時におった子やろ、これ。まあ、確かにパッと見不気味やけどさ。ん？もしかしてあの黒い子が一緒に過去を遡ってきたっていう意味かな？え？やとしたらなんかあの子がさ、悪いことを起こすみたいな感じ？歴史の修復者、時を遡り、魔導士ウルノーガの悪しき野望を打ち砕いた勇者に贈られる称号。まあ、とりあえずウルノーガはもうこれで倒せたんやね。よかった。世界が一回も滅びることなくちゃんと倒せたわ。アイナ、おはよう。よく眠れたみたいね。マルティナさんから伝言があったの。王様から大事な話があるらしくて、玉座の間に来てほしいそうよ。きっといい知らせに違いないわ、アイナ。胸を張って王様に会ってきてちょうだいね。了解。でも16年間、何、ちょっと怖いんですけど。勇者様って私たちとは器が違うわね。だってあれだけ豪華な宴で歓迎されても、王様相手に油断しないんですもの。そして16年間誰もが気づかなかった王様の正体を一晩で見破るなんて、さすが勇者として生まれたお方だわ。まあ、一旦私このね、この時代を生きているので、おお、勇者様、話が聞きましたぞ。16年もの間、王様に取り付いていた物を見事、討ち取ったそうですな。それを聞いて全て納得がいきました。本物の王様なら私のように、名のある貴族を追い返すわけないですからね。誰あなた。全然知らんねえけど、なんか追い返されたん？めっちゃ拍手しよる。王様に取り付いていた悪しき魔物を、あなたが倒してくれなければ、デルカダール王国は滅びていたことでしょう。まあね、一回滅びたとこ見たからな。城とかボロッボロやったよ。私がこうして生きていられるのも、勇者だろう。あなたのおかげですな。ありがたや、ありがたや。めっちゃ拍手されよる。さあ、それじゃあまた玉座の前向かえばよろしいのかな。やっほー、イエス様。本当の王様に会いに行くみたいだけど、緊張しないで頑張るのよ。めっちゃ気楽な感じで声かけてくるね。あゆな、あんたは本当によく頑張ったよ。母さんにとってこれ以上嬉しい日はないわ。さあ、王様に会ってきなさい。天国にいるおじいちゃんも、あんたの晴れ姿を見守っていてくれるはずさ。じゃあ、会ってきます。うわぁ、なんかより一層増えたような気がする。気のせいかな。仲間もおるけんかな。でもまあなんか、ウルノーガの最後の言葉的にもう一波乱ありそうよね。話は神下たちとマルティナから聞いた。わしは悪夢に囚われている間、ずいぶんひどい王だったようだな。そなたがいなければこの国は、いや、この世界はウルノーガに焼き尽くされ、地上の命は耐えていたことだろう。まあ実際耐えたしな、ほぼ。あゆなよ、よくぞ悪しき元凶、ウルノーガを倒し、ロトズたちを救ってくれた。そなたこそ、民衆の勇者、老子の名を継ぐにふさわしい若者。
今ここに勇者の称号を授けよう。のーありがとうみんな。そんな一国の王様が授けれるようなもんなん。俺たちとうとうやったんだな。これで本当の平和が。お姉様？ごめんなさい。今こうしてみんなとこの場にいることがなんだかすごく幸せな気がして、ベロニカが死ぬことなくね、ここにおるんやもんね今。嫌ですわお姉様ったら。私たちはいつだって一緒だったじゃありませんか。ええ、そうよね。変よね。やっぱ死んだ時の記憶があるってことか。ありがとうアユナ。元には戻らんのかな。てかあれは何？呪い？やったんやっけ。じゃあそろそろ溶けてもいいんじゃないかと思うけどな。まあちっちゃい方が私的には好きやけど可愛いし。ん？時忘れの塔？なに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 、何かしら悪いことが。あ、もしかして元の時間帯？救ったのが見えたんかな。うんってうなずきよったし。おお、何かしらまたやっぱり起こる。なんだ急に暗くなりやがった。とてつもなく邪悪な気配を感じます。この力一体どこから。そういえばウルノーガが最後に変なこと言ってたよな。時を遡ってきたのはお前だけだと思うなよとか。あれは一体どういうことだ。きっちり聞いとんやね。なになになに。王様大変です。タレスにバルコニーへお急ぎください。勇者の星に異変が。おお、なんだと。ま、あの子勇者の星見上げよったもんね。やっぱ勇者の星に何かあるんか。あゆなよ、わしは先に3階のバルコニーへ向かう。サナたちも急いで来るがよい。もう自分の足で歩けるどころか超走るやん。なになになに、どうなったん。ちょっと天気が悪いぐらいにしか見えんねえけど。なんとまがまがしい空の色だ。ん？みんな、あれを見て。あ、あれ勇者の星？勇者の星が落ちているのか。え、やばいやん。世界崩壊するやん、また。今度は勇者の星によって。また同じ場所に行ったんかな、あの子。あの時と。あ、そうよ、これ誰？本当よ、あれ誰。かつて我が肉体はウルノーガに滅ぼされた。だが、これが、あの時の切り裂いたやつ？あれとはまた別物？ウルノーガ亡き今、邪魔する者はいない。時空を超え、ようやく一つになれる。あ、やっぱりこれが一緒にやってきとったってことや。今こそ復活の時。何何何が復活したの今度は。もう誰。あの時勇者の星を破壊したやつとは別物。え、何、なんかちょっとすごい間抜けな感じなんやけど。でも不気味。うん、破壊したやつとは違うね。え、じゃあ結局あの時助けてくれたというか、あれも邪悪な感じやった気がするけど、あれは一体誰やったんやろ。全然関係ないんかな。またサマディに行くんかなこれ。勇者の星が落ちてしまったのか。一体何が起ころうというのじゃ。あれ結局落ちたんや。あゆなよ、何やら胸騒ぎがしてならん。勇者の星の様子を見てきてくれぬか。勇者の星が落ちたのはバクラバ砂丘の方角。デルカコスタ地方へ向けば何やら見えるやもしれん。デルカコスタ地方とはどこでしたっけ。おうよ、私もアイラと共に行きます。アイナよ、これまで勇者に刃を向けてきた償いは勇者の助けになることで果たさせてほしい。まだ俺にも守るべきものがある。アイナが世界を救う勇者なら俺は勇者を守る盾となろう。おお、グレイクが仲間に。やったね。とりあえずこれで敵意を向けられることはもうない。またあの頃のグレイグと同じような感じかな。うんうん。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことはこれでさ、次石の村に行ったらもうエマとお母さんは家に帰っとんかな。なんかね、今から帰りますっていう感じやもんね。ちょ、石の村寄ってみよっか。